はい、皆さんこんにちは。ブランドプロデュースラボ代表の川本です。そして今日もお供にフォトグラファーの川本リーチです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあゲストの紹介をぜひ。はい、今日はですね、ものすごいゲストさんですよ。ものすごい、ものすごい方ですよ。お名前は響さんとおっしゃいます。それでは自己紹介をお願いいたします。はい、お願いします。はい、マジックバー響を経営してます。そして、プロとしていろいろ賞をさせてもらっています、響仁と言います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。マジックバー響さん、これ今年で何年目になるんですか？今年で2000年オープンですから、ちょうど19年目がスタートした。すごいですよね。すごい。でマジシャンとしては、マジシャンとしてプロになって今ちょうど30周年。あ、30周年。もうかなりね、思いがこもった場所ですよね。はいはい。で実際この、まあ、マジックバー、どんなマジックバーってなるんですかね。気になるな。そうですね、まあ通常のマジックを想像されてくる人は、うん、みんな驚かれますよね。通常のマジックってイメージはどういう感じですか？うん、皆さんが想像するのはこうステッキからこう花が出てきたりとか、うんうん、ありますね、テレビでよく見る。はい、確かに。そう、ハンカチから鳩が出てきたりとか、うんうんうん、そんなことを想像されるみたいですけどね。うん、響さんのやつはちなみにどんな感じになるんですか？なんか簡単に説明するとなかなか難しいと思うんですけど。そうですね、例えば到底種や仕掛けでは、うん、はい、できない、うん、ということがまず大前提の、ほう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 、マジシャン、他のマジシャンが絶対にこう再現できない、ね、誰も真似できないような、ね、うんうん、マジックが出てくると、はい、そんなバーになるんですね。うん、はい、そうですね。はあ、そういったお客さんの約でなんか19年間経営されてたっていうんですけど、うん、なんかどんな感じで経営されてたんですか？なんかスタートとかって。そうですね、スタートは、まあ、お客さんからのご要望で、はい、僕まあプライベートな、ショーでしかマジック見れなかったんで、はははだから呼んでもらってプライベートなパーティーとかでショーやって、うん、それに呼ばれてる人は見れるけど、うん、ほとんどの方が僕のショーを見たくても見ることができない。まあ、そうですよね。それ僕らもあんま見ないもんね。そう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 。あ、でどういうことですか？で、逆にお客さんの方から、うん、いろんなことをいろんな人を紹介したい、いろんな人に響さんのマジック見てもらいたいからっていうんで、はあ、でそういう店を作ってもらえたら嬉しいのになっていう話から、はい、うん、それを約19年前にあって、そうです、うん、で実際にやろうと思ったら決意したきっかけとかあるんですか？そうだね、うん、バーですか？バー自体を、はい、そうですね、バー自体というかもともとここやる前に僕ラテンというお店を1年間、うん、前もされてたんですね。そうです、やってたり、あと、全陸ホテルの上にあったんですけど、スターダストというバーの中で、はい、毎週土曜日にこうマジックを見せたりとか、そういうことをしてて、はい、うん、でもやろうと。そうですね、お客さんが増えてきて、お客さんが増えるっていうのもねすごいよね。そう、それだけね、うん、心を掴んでるってことですよ、うん、本当に、うんうん、で実際にそう経営をしてて、なんかちょっとこう紆余曲折があったって聞いたんですけど、なんか苦労とかはあったりしたんですか？そうですね、始めてからはもうお客さんがすごく協力してくださって、うん、はい、順調にこう上がっていったんですけど、やっぱりリーマンショック、あーリーマンね、の時はもう激減しましたね。あ、激減。やっぱ会社が撤退したんですかね、そうなってた広島から。というか、まあ、この会は特にひどくて、はあはあ、誰もみんな飲みに歩かなくなったというか。そうなんですか。人が歩いてないという、ね、はあはあ、状況で、じゃあそんな、まあ、でも大変な局面もあった中で、うん、でもやっぱり19年間継続してやってきたっていうところですね。うん、まあ、実際にこう19年継続するってことはやっぱお客さんすごいね、やっぱりなんか感動したりとかしないとなかなか来ないと思うんですけども、うん、なんかそういったストーリーとかあったりするんですか？そうですね、皆さん驚かれるのがマジックを見て、はい、初めて
泣きましたとかね、すごい、マジックを見て涙が出ると思わなかったとかね。いやー、なんかなかなかないよね、度肝を、ね、抜かれるってことですよね。泣く理由って何なんですかね。そう、聞いてみたい、まあ、もちろん圧倒的に不思議というのもあるんですけど、はい、それ以上に僕がやってるマジックのテーマ自身が、うん、お客さんにメッセージとして伝わって、はい、うん、あ、自分が考えてたけど、あ、こういうふうに考えてたけど、やっぱりこの考え方違ってたなとかね。あ、うん、なるほどね、うん、ちなみにそのテーマとかって何だったりするんですか、うん、テーマですか。ひびきさんご自身のマジックのテーマというか、うん、そうですね、僕のテーマは簡単にみんな手に入れることができる、はい、幸せがそこにあるんですよね、うんうんうん、はい、でも結局その一番簡単に手に入れる幸せを手にしないというかね、うん、もっと簡単に手に入れてほしいなっていうね、うん、例えば夢っていうのは、はい、みんなが簡単に楽しむことができるし、うんうん、はい、簡単に手にすることができるし、確かに、マジックってね、なんかそういう面で言うと簡単に夢が見れますもんね、うん、そうなんですよね、夢の世界が。でもみんなマジックを見てる時夢を見ようと思ってないんですよ。確かに、マジック見ようと思ってますもん、そうですね、何が、なんか裏に何があるんかなみたいなね、どうなんのかなっていう感じ見るよね、最初 ね、ワクワクしながら、うん、僕はだからもっと見る人がどん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 夢を膨らましてもらいたいというか、はい、いやすごい、自分の、はい、世界観にこう、例えば自分が魔法が使えるようになったら、あ、はい、どんな楽しい世界が待ってるだろうかとか、うん、そういう想像することはただなんで、はい、うん、もっともっと楽しいことを想像してもらって、すごいね、いや、マジックを通して、うん、いろんなものを感じられることができる、夢とかね、捉え方とか、ね、そういった視点が感じられる、はい、バー響さんということで、すごくないですか。やばいです、すごいですよ、はい、ぜひみんなで一緒に行きたいなと思います。はい、はい、ではまずは今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。のふるさと。